ゆっくり飛行機チャンネル。それはなんだ？知らない人からこのボタンをもらったんだよ。へえ、押してみたら？おいおい、もしも危ないスイッチだったらどうするんだよ。一体何なんだろう。何が起こるかわからないし、そんなスイッチは押さない方がいいぞ。そうそう、思い出した。これをくれた人は、5億年ボタンがどうとか言っていたよ。それは、押さなくて正解だぞ。5億年ボタンって？そのボタンを押すとだな。大金が手に入る代わりに、何もない空間で、寝ることもできず、楽しいこともできず、死ぬこともできず、ただひたすら5億年が過ぎるのを待つ必要があるんだ。ひえー、恐ろしいボタンね。後で捨てておくよ。でも5億年熟成したカレーの味はちょっと気になるかも。押してはいけないスイッチ、押すべきスイッチ、それらを見分けることができなきゃいけないぜ。というわけで今回リメイクしていくのは、125航空269便墜落事故についてだぜ。125航空ってどこの航空会社だっけ？125航空は、タイの格安航空会社だよ。そうだったそうだった、確か国内線の125航空、国際線のオリエントタイ航空って言ってたっけ？そう、今回事故を起こしてしまったのはそんな125航空269便。前置きはほどほどにして、経過の確認から始めていこう。お願いします。事故が起こったのは2007年9月16日のこと。125航空269便はタイのドンムアン国際空港から、プーケット国際空港までの定期便だった。使用機材は MD-82 という、機体後方のリアエンジンが特徴的な飛行機だった。昔は日本でもよくリアエンジンを搭載した飛行機が飛んでいたけど、今はめっきり少なくなっちゃったわよね。ビジネスジェットを除けば、今見られるのは、アイベックスエアラインズくらいかな。さて、このフライトを担当したのは当時57歳の機長で、彼は1万6000時間以上の操縦経験を有するパイロットだった。一方副操縦士は当時30歳の人物で、彼の総飛行経験は1500時間弱だった。このフライトでは副操縦士が PF として操縦を担当し、機長が PM としてそれ以外を担当していたんだ。経験豊富な機長と、まだ経験の浅い副操縦士の組み合わせは、269便には機長と副操縦士の2名に加え、5名の客室乗務員と123名の乗客、合わせて130名が搭乗していた。269便は14時30分にドンムアン国際空港を離陸、巡航高度3万2000フィートに上昇して順調に目的地に向けて飛行していた。到着までは1時間20分程度が見込まれていたが、目的地プーケットの天候はあいにくの空模様で、雨が降っており、強い風も吹いていた。以前取り上げた、エールフランス航空358便着陸失敗事故では、悪天候下で副操縦士に操縦をさせたことが、事故の一因として指摘されていたね。でも経験を積ませないといけないし、そのあたり難しいわよね。プーケット上空には低い積乱雲があり、大雨の影響で視程は4キロ程度まで低下、西南西の方角から強い風も吹いていたことから、269便の着陸滑走路には、ほぼ向かい風を受けるランウェイ27が割り当てられ、誘導電波を利用して、停止階でも安定して接近できる ILS アプローチに誘導された。目的地の天候は心配だけど、ここまではよくあることな気がするよ。だが状況はさらに悪化したんだ。一体どうしたの？風はその強さを増し、20ノットから40ノット程度の極めて強い風に変化したんだ。40ノットは、かなりの強風だね。先に着陸したオリエントタイ航空2071便は、空港上空に積乱雲があること、プラスマイナス15ノットに及ぶ乱気流に遭遇したことを管制官に報告していた。一定の風速ならともかく、風速が激しく変化していたなら着陸の難易度は一気に上がってしまうんじゃ。このような状況だったため、管制官は269便に対して240度の方角から30ノットの風が吹いているが、このまま着陸を続けるか、と尋ね。269便は着陸を継続する旨を回答した。風速は速いものの、ほぼ向かい風を受けての着陸だから、269便は進入の継続を決めたのかしらね。実際、30ノット程度の向かい風なら着陸を続けることは珍しくないと思うぜ。もちろん機長の判断によるだろうが。こうして空港へのアプローチを試みた269便だったが、高度500フィートの時点で、管制官からは風速が40ノットに及ぶことが告げられていた。さすがに、40ノットの風はあまりにも強すぎるね。269便はここまで比較的安定して飛行していたものの、滑走路に近づくにつれて速度が低下し、降下パスを下に逸脱し始めた。機長は副操縦士に、パワー、と声をかけてエンジン水力を増すように促したが、この時の速度は着陸速度を大きく下回る126ノットにまで低下してしまった。そんなに速度が低下してしまうと、安全に着陸することができないわ。
危険を感じた機長は副操縦士にもっと推力を増やせと命じ、副操縦士がスロットルレバーを前に押して速度の回復を試みた結果、一転して速度は最大で166ノットにまで達した。それは速すぎるんじゃない？そして高度が50フィートを下回った頃、自動推力は着陸が近づいていると判断し、エンジン推力を絞り始めた。あれ？副操縦士が手動でスロットル操作をしていたんじゃ。速度を増した時、彼は自動推力を手動で上書き操作していたんだ。そして着陸寸前には再びエンジンコントロールを自動推力に任せていた。よって着陸に向けてエンジン推力はみるみる小さくなるとほぼ同時に、降下率が高すぎるとの警報音声が作動。危険を感じた副操縦士は、着陸をやり直すためにゴーアラウンドを宣言したんだ。とても安全に着陸できそうな状況ではないし、やむを得ないわね。副操縦士は上昇するために機首を上げ、降着装置とフラップを格納。そして彼は突然、機長に操縦をお願いします、と伝えたんだ。自分の手には負えないと思ったのかしらね。そして操縦を引き継いだ機長は、副操縦士に自動操縦の進路をセットすることなどを指示していた。そのまま上昇するかに見えた269便は最高高度540フィートに到達した後、一転して機首下げ姿勢を取り、降下し始めた。どうして急降下を？この時269便の速度は119ノットまで低下しており、機長はエンジンをフルスロットルにしたものの、速度の回復が間に合わず、機体の制御を取り戻すことはできなかった。コックピットでは機長との接近を知らせる警報が鳴り響いていたが、ゴーアラウンドを決定してからわずか20秒後、269便は滑走路端から1200メートル離れた空港の敷地内に墜落してしまった。ああ結果、40名が怪我を負い、90名もの人たちが犠牲となる事故になってしまった。ゴーアラウンドに失敗して起こった事故だったのね。話を聞く限り、危険を感じて速やかにゴーアラウンドしていたし、そんなにおかしいと感じる点はなかったけど。しかもゴーアラウンドはパイロットにとって難しいことではないでしょうし、一体269便に何が起こったのかしら。あいにくの天候の中、プーケットへの着陸を試みていたワンプー号航空269便。強風のため、不安定なアプローチとなり、副操縦士はゴーアラウンドを決定。上昇中、機長に操縦を交代したものの、ある理由により機体は降下に転じ、姿勢の回復が間に合わず、空港の敷地内に墜落することになってしまった今回の事故。動画後半で事故原因についてお話ししていくぜ。お願いします。一体どうして269便はゴーアラウンドに失敗してしまったのかしら。副操縦士はゴーアラウンドの際、ある致命的なミスを犯していた。ある致命的なミス？なんと驚くべきことに、彼はゴーアラウンドするときに操作すべき、トガスイッチと呼ばれるものを操作していなかったんだ。トガスイッチってなんだっけ？トガスイッチとはスロットルレバーの手前にある2つのボタンで、これを操作すると自動的に推力がゴーアラウンド推力に切り替わるんだ。そうそう。このボタンを押すと、上昇に必要な推力がセットされるんだったね。ふーん、あ、察したわ。おそらくその推測は当たっている。調査の結果、副操縦士はこのボタンを押すことなく、手動で自動推力に上書きする形でスロットルレバーを操作していたことが分かったんだ。手動だったとしてもスロットルレバーを前に押したのなら、その推力が維持されるはずじゃないの？いや、この時自動推力はいわば着陸モードに入っており、推力を減じるような命令がされていたんだ。だが副操縦士はそれに上書き操作したため、一旦は推力を増したものの、彼が手を離した途端自動推力は再び着陸モードに戻り、推力を減じるように命令した。つまり自動推力は着陸モードに入っているにもかかわらずゴーアラウンドを試みたため、十分な推力がないままに上昇を開始してしまったんだ。手動で推力を調整するなら自動推力を切るべきだったかもしれないな。そりゃ上昇を続けることができず、降下に転ずるのも納得ね。でももっと早く推力不足に気づけないものかしらね。機長は降下に移って初めて、速度が低下していることに気づいたんでしょ？確かに計器類やスロットルレバーをよく確認していれば、簡単に気づくことができただろうぜ。副操縦士が操縦の交代を宣言したとき、彼は操縦桿とスロットルレバーの操作を機長に譲るため、前に倒していたスロットルレバーから手を離してしまったんだ。レバーから手を離すと、自動推力が着陸モードを適用してスロットルを絞るんだったわよね。そう、副操縦士がスロットルレバーから手を離したため、268便のエンジン推力はどんどん小さくなった。だが機長は操縦に集中するため、操縦桿を両手で握っていたことが推測される。なぜなら副操縦士がもうすでにトガスイッチを押したと思い込んでいたからだ。そりゃゴーアラウンドを宣言したのなら、当然トガスイッチを押しているものと思い込むのは自然なことだと思うよ。
副操縦士の急な操縦交代は、操縦をよりあやふやにしてしまう行動だったのかもしれないわね。うむ、お互い状況を適切に把握していなかったことが、とガスイッチの押し忘れという事態を引き起こしてしまったんだ。さて、この図はエンジン水力と高度の関係を示したグラフだ。緑色の線が高度の変化を示し、青色の線がエンジン水力を示している。ゴーアラウンドを宣言した後は、エンジン水力と高度が完全に反比例しているみたいだ。本来であれば上昇に伴って、水力も増加している必要があるわよね。機長が水力不足に気づいたのは彼が操縦を交代してから15秒後、つまり269便に残された猶予は10秒に満たなかったんだ。この15秒の判断の遅れが運命を決定づけてしまったんだ。誰も気づかぬ間に速度はわずか119ノットにまで低下、高度を維持することができなくなった269便は急降下してしまったんだ。さっきも言ったけれど、ケーキやレバーをよく確認していれば、十分防ぐことのできた事故だったのね。さらにこの事故の要因として、乗員のクルーリソースマネジメントが不適切だったことも一因として挙げられている。確かに乗員間のコミュニケーションに、いくつかの問題点があったように感じたわね。悪天候の中、経験豊富な機長は、経験の浅い副操縦士に操縦をさせていたね。うむ、今回のような悪天候なら機長が操縦を担当するべきだったんだ。経験豊かな機長であれば、とガスイッチを押し忘れる可能性はより少なかっただろう。しかも副操縦士は、上昇を開始してすぐのタイミングで機長に操縦を交代した。突然交代を言い渡されたら、いくら経験豊富な機長といえども、すぐに対応することは難しいよね。そして副操縦士が自動水力に上書きして水力を増したとき、そのことを声に出さなかったことも一因だろう。たらればだが、機長か副操縦士のいずれかが、プッシュとガスイッチ、と言っていればこの事故を防げた可能性が高い。機長は副操縦士がとガスイッチを押しただろう。副操縦士は機長がとガスイッチを押してくれるだろう、と言ったように、それぞれの考えが一致していなかった可能性が高そうに思うわね。いずれにしても乗員間でのコミュニケーションが適切に図られていなかったことも、事故に至る要因だと指摘されているんだ。そしてそもそもの原因として大雨が降り、強風が吹いている中での着陸を断行したことも事故の要因だ。加えて機長、副操縦士、共に最低限確保すべき休息時間を下回って乗務していたことから、乗員たちの疲労状態も事故の一因だと指摘されているぜ。今回の事故も、多くの要因が重なって起こった事故だったんだね。この事故を受けて様々な安全勧告が出された。具体的にはパイロットの乗務スケジュールを改善して十分な休養を取らせること、訓練の充実強化及び操縦手順の徹底遵守を図ることなどが勧告された。その一方で、ワンプー号航空の安全性に対する懸念が高まったことから、EU は一時乗り入れを禁止するブラックリストに追加。事故が起こって3年後にはオリエントタイ航空が運航を担うことになったものの、2018年には全便運航が停止され、現在に至っている。今でも、飛行機の安全性には大きな地域間格差がありそうね。余談だがワンプー号航空は日本航空から MD80 シリーズの購入を検討していたという、もしこの事故がなければこれが実現していたのだろうか。意外なところで、日本とのつながりがあったんだね。というわけでこれがワンプー号航空269便墜落事故の概要だぜ。わずか数十秒の間に決められた手順を完璧にこなさないといけない、素人の感想だけど本当にパイロットって大変よね。本当だな、今回の事故だってゴーアラウンドを決定してから、わずか20秒程度の出来事だったんだ。慌ただしい時こそ、落ち着いてタスクをこなす必要があるね。それじゃあ、ゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのはシャルル・ド・ゴール国際空港よ。この空港は何回かこのシリーズで登場したことのある空港だな。確か、フランスのパリにある大空港なんだっけ。エールフランス航空がハブ空港とするこの空港は4本の平行滑走路を有し、そのうち最も長い滑走路は成田空港も上回る4200メートルもの長さがあるわ。かなり長い滑走路を有しているんだな。ところでシャルル・ド・ゴールってどういう意味なの？地名か何か？シャルル・ド・ゴールというのはフランスの第18代大統領の名から取ったそうよ。彼はフランス解放の英雄的存在として、現在でも人気が高いんだとか。ちなみに、この空港は世界の忙しい空港ランキングで第9位にランクインしているわ。我らが羽田空港は第5位だったみたいね。羽田もかなり忙しそうに思うが、世界にはもっと忙しい空港があるんだな。さて、エールフランス航空と聞いて、コンコルドを思い浮かべる人は少なくないと思うわ。コンコルド、かっこいいよね。コンコルドは超音速で飛行可能なロマンのある飛行機だった一方、商業的には失敗と言わざるを得ない結果になったんだよな。でもコンコルドは多くの人に空への憧れを抱かせた特別な飛行機だったため、シャルル・ド・ゴール国際空港では実際に使用されていたコンコルドが展示されているそうよ。お、
いつまで経っても色褪せない飛行機だよな。というわけで今回は、フランスのシャルル・ド・ゴール国際空港についてサクッとお話ししたわ。それじゃあ今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。